参照の局所性、参照の局所性、参照の局所性とは一つのリソースに複数回アクセスする処理に関する情報工学上の概念である。参照の局所性には以下の3種類が存在する。これらの概念が真となるかどうかはプログラムの作成方法に依存する。一般に関連するデータ群はメモリ内の近い位置に格納される。 情報処理の一般的なパターンとして、ある項目を処理したら、次へというように蓄次的に処理が行われる。これが意味するのは、多くの処理をする場合に一つの項目に複数回アクセスするとになり、それによって時間的局所性が生じるということである。さらに次の項目に移るということは、次の項目を参照するということであり、メモリ上の配置がまとまっていれば、空間的処制も生じる。 参照の局所性を増大させて利用することは最適化の一般的な技術である。これはメモリ階層の各レベルで行われている。ページング方式は空間的局所性を利用している。キャッシュは時間的局所性を利用している。キャッシュメモリは高速だが容量が小さいため、最近アクセスしたデータとその近傍のみを格納することで大幅にシステム能を向上させている。 キャッシュ上のデータ群は必ずしも主記憶上で空間的に近いわけではなくキャッシュラインという小さな単位でキャッシュに格納される。つまりキャッシュラインのサイズを考慮するとここでも空間的局所性が利用されておりある参照データのごく近い位置にあるデータが同時にキャッシュに枯れることで性能向上に寄与している。時間的局所性は最も基本的なレベルでも 重要であり、最近の参照の結果はレジスタに保持される。また、ファイルシステムにおいても、参照の局所性を利用した最適化が行われることがある。ある、ファイルの一部をリードしたプログラムはその続きをリードする可能性が高いため、最初のリード時に要求よりも大きめの単位で読み込んでおくといった空間的局所性を利用した最適化である。 データの局所性は普通のプログラムの典型的なメモリ参照の特徴である。データの局所性によって階層的なメモリ構成が性能向上に寄与することになる。コンピュータにおいてメモリはデータアクセスの速度によって階層化される。低レベルのメモリ階層は相対的に遅いが大容量である。したがってプログラムはより上位のメモリ階層にキャッシュされることで 高性能を発揮し、近い将来にアクセスされると予測されるデータをキャッシュすることでさらに高性能となる。これが理想であるが、実際には達成できないこともある。典型的なメモリ階層は以下のようになっている。最近のマシンでは、メモリ階層の階レベルのブロックを一つ上位の階層に読み込む。これによって使用中のメモリ内容を置き換える場合、 オペレーティングシステムは最もアクセスされていないと思われるデータを決定し、それを回のメモリ階層に移す。この決定アルゴリズムはハードウェアをなるべく簡略化するために単純なものとなっていることが多いが、これも複雑化する傾向にある。以下は行列コディチェ1とコディチェ2の席を求める疑似プログラムの例である。大きなキャッシュに入りきらない行列を扱うとき、 このアルゴリズムではメモリへのアクセスはかなり不連続的になる。C 言語では同じ行の要素が連続してメモリ上に配置されるので、なるべく同じ行の要素に続けてアクセスした方が使用するメモリアドレスも連続的になり空間的局所性が高い。つまり行のインデックスよりも列のインデックスの方が頻繁に変わるようにすると効率が上がる。 コディチェ3は2つの行列コディチェ4の列のインデックスなので頻繁に変化する最も内側のループのカウンターにすると良い。このようにコディチェ3とコディチェ6のループを入れ替えることで数学的には同値なアルゴリズムだが効率は上がり、特に行列が大きいと性能の向上は劇的なものとなる。さらに時間的局所性を利用するにはブロック化と呼ばれる技法を使う。 大きな行列を等しいサイズの部分行列に分け、短い時間に同じ部分行列を複数回参照する。この方法では、コディチェ7が変化しない間、つまり内側3つの繰り返しの間に、同じメモリが何度もアクセスされ、キャッシュに残りやすくなっている、時間的局所性。また、コディチェ3を最も内側で変化させて、空間的局所性も考慮している。なお、 以上はメモリ上で配列の同じ行の要素が連続しているの場合であり、フォートランなどでは逆にコラム、メジャーオーダーになっているため注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。